集英社未来文庫。雨宮家の王子様、私がメイドになったわけ。旧家族、そして大富豪の雨宮家。その当主は国内外でいくつもの事業を展開する天空グループのトップだ。天空グループってすごく大きくて、え、あのメーカーもなの？っていうところまで傘下にあるくらいの大会社。その事業の幅はとても広くて、第一次産業から第三次産業まで、いろんな国でいろんなことをしている。もう元が日本の会社だって言われても信じられないくらい。それらのグループ会社はそれぞれの国に根ざしてるんだって。雨宮家の当主である兄弟たちのお父様は海外に住んでるんだ。このお屋敷にはもう一人おじい様もいらっしゃるんだけど、しばらくは別の場所にあるお家にいるみたい。私もここに来た時に会ってからは姿を見かけてない。一週間に一度手紙を出すことになってるけど、今のところお返事もないし。他のお手伝いさんたちが双子の朝食をセッティングしている間に、私は二人のための飲み物を用意する。妹のマイヤ様を怒らせたばかりで近寄りづらいんだけど。ああ、朝から大きな声で起こされて嫌になっちゃう。嫌だな。やっぱりまだ怒ってる。なのにちっともごめんなさいって顔しないし、無表情すぎ。サイボーグだよ。頬を膨らましてマイヤ様が言った。サイボーグって、まあ石像とかじゃないだけマシかな。彼女の前に私はココアを置く。私の文句を言っているけれど、彼女は私のことなんか見えてないみたいに振る舞う。見てるのは双子の兄のスバル様の方。気持ちよく目が覚めたのに、なんか鳥に餌あげてサボってる人もいたし。え、それも私のことだ。そうか、カーテンが動いてたのマイヤ様の部屋だったんだ。サボってたわけじゃないんですって言おうかどうか迷って、私は口をギュッと結ぶ。ちゃんと仕事してたって自分でわかってるから。マイヤ、一人で起きられたのか。無言の私をチラッと見てから優しい声でスバル様が問いかけた。マイヤ様が満面の笑みでうなずく。起きられたよ。えらいじゃないか。これで明日からはメイドに起こしてもらわなくていいな。え？起こされるの嫌なんだろ。スバルの意地悪。マイヤ様は怒って顔を背けるけど、その表情はとても嬉しそう。スバル様とマイヤ様は双子ってだけあっていつも一緒にいる。特にマイヤ様はスバル様のことが大好きみたいで、構ってもらうと嬉しそうだ。今日もスバル様のおかげで私のことなんかどうでもよくなっちゃったみたい。ほっと息を吐くとスバル様が私を見た。もしかして助けてくれた？そう思った瞬間、スバル様は静かな口調で言った。紅茶が来てない。あ、すみません。慌てて用意した紅茶を睨むように見て、飲まずにスバル様は食事を始めた。サラダを食べる兄弟たちの前にそれぞれ好きな食事を出す。兄弟なのに好みが全く違うから、朝ごはんの時間は戦争だ。銀河様と和樹様にはトースト、和樹様は5枚切りでバター、あとオムレツ、銀河様は6枚切りを2枚にジャムとスクランブルエッグ、マイヤ様の前にはグラノーラ。牛乳は冷たすぎずぬるすぎないように。北斗様とスバル様の前には炊きたてのご飯、
卵焼きとお味噌汁に焼き魚。全部の用意が終わった頃には私はちょっと息切れしてる。人のお世話をするのって本当に大変。間違えたらいけないし、なんせテーブルが大きくて席と席の間が広いんだ。スバル様とマイヤ様はくっついているけれど、他の兄弟たちはバラバラ。話をしているのもあまり見ない。不思議だって思うよね、兄弟なのにって。5人は朝食を終えると学校の準備のためにダイニングを出ていく。天宮家の王子様、私がメイドになったわけ、未来文庫で絶賛発売中。チャンネル登録もよろしくね。